ああ、まただよ、またこのパターンだよ。うるせえ、この店、ピカチュウやろう。一体何を騒いでやがる？いやさ、中国の格闘イベントでは、よく少林拳とか太極拳とか八極拳とか、武術の流派名を名乗って出場する選手がいたりするんだけど、どれもこれもやってることはキックボクシングの真似事みたいな感じでさ、さっき見た選手も八極拳とか名乗っていても、やってることはキックボクシングの真似事でさ、武術にはいろいろな型があるはずなのに、だーあれも普段練習しているはずの型の動作を使っていないんだよ。あんな下手くそなキックもどきをやるくらいなら、それこそ最初からキックボクシングの練習をきちんとした方がいいだろうと思ってさ。そうだね。実はこの問題は昔からずっと揶揄されてきたんだよ。武術だなんだと形式ばったことばかり言ってても、結局戦うときは稚拙なキックボクシングじゃないかとね。なんか理屈だけ聞いてる限りじゃそれっぽいというか、使えるんじゃないかという気がするんだけど、実際にやってみたら下手くそなキックボクシングになってしまう。一体どうしてそうなってしまうんだろうな。なぜそうなるのか、結論から言ってしまうとそれは、人間の腕が2本あるからだよ。お前、ビタミン剤でも打ったのか。いやマジだって。とにかくそのことについてこれから説明してみるよ。おう、頑張れよ。それでまずはだ。今まで散々説明してきたように、武術の技というものは武器術が元になっている。だからまずは武器で戦う時のことを考えてみるよ。で、こっからどうなるんだ。武器で戦う時の基本となるのは、自分の中心を守りつつ相手の中心を取りに行くことだ。だから上から見た時に、こんな風に自分と相手の中心を結ぶような意識上のラインが形成されて、このラインを基準として攻防が展開される。このことは剣道やフェンシングをやっている人であれば納得してもらえるんじゃないかと思うよ。私も少しだけ剣道をやったことがあるから、なんとなくわかる気がするぜ。この意識上のラインのことを A ラインと呼ぶことにするよ。わかったぜ。で、中国武術には、投手、という、お互いの腕と腕を合わせた状態があるんだけど、この状態はさっきの武器と武器が接触した状態を素手で表していたりする。これってブルース・リーが燃えよドラゴンの中でやっていたやつだよな。そうだね。これって一体どう意味があるのか私にはよくわからないけど、実は中国武術の素手の技というのは、この投手の状態から繰り出すことを前提に作られているんだよ。ということはつまり、そう、つまり中国武術の素手の技というのは武器術が元になっているわけだから、言い換えるとそれは A ラインでの攻防を前提としているということになるわけだよ。投手の状態からの攻防は A ラインでの攻防になるわけだな。さて、次は素手で殴り合う場合を考えてみるよ。素手で殴り合う場合、人間というものは2つある拳を連続的に思う存分振り回して攻撃しようとする。クマやゴリラが喧嘩でやるような動きになるわけだよな。そうだね。この外側から内側に拳を振り回すような動きというのは、動物にとっての本能的な動きだから、当然人間もやってしまうわけだよ。だから素手の殴り合いになると、先ほどの A ラインの意識は消え失せてしまう。消えちゃうのか。代わりに出てくるのが体の外側、拳のあたりから相手の顔面に向かう。日本の意識のラインだ。このラインのことを B ラインと呼ぶことにするよ。つまり素手の殴り合いの場合は、そう、この B ラインが基準となった攻防がされるわけだよ。つまりボクシングをはじめとする、いわゆる格闘技と呼ばれるものも、この B ラインでの攻防が前提になっているんだよ。なるほど。それでは、この A ラインのものと B ラインのものが殴り合いをしたらどうなるか。どうなるんだ。大体こうなる。これは、B ラインを前提としたスタンスは頭を左右に振りやすい。だから A ラインの直線的な攻撃に対して、B ラインは頭を横にウィービングさせつつ、ややフック気味のパンチを A ラインに対してぶち込む。よく武術家と格闘家の対戦動画があったりするけど、武術家がやられてしまうことが多い。そして今説明したやつこそが武術家が格闘家にやられる典型的な負けパターンなんだよ。
なるほど。じゃあ今の負けパターンを回避するにはどうすればいいか。多くの人の出した答えが、自分も B ラインを前提とした構えを取る、というものだ。こうすればとにかく、先ほどの B ライン型の顔面パンチは防げることになる。なるほど。て、おい待て、それってつまり。その通り。つまり今の行き先こそがインチキキックボクシング誕生の原因になっているんだよ。だから今まで話した A ライン、B ラインの違いに気づかないと、いつまで経ってもずーっと、インチキキックボクシングを繰り返すことになる。なんとかならないのか。ならなくもない。どうやって、B ラインの相手に対して A ラインの戦いに持ち込めばいいんだよ。だからどうやって、こんな風に前手で相手の前手を抑えてしまえばいいんだよ。この状態はさっき説明した、投手、の状態に近いだろ。だからこの状態からなら A ラインの技、つまり武術の技を繰り出すことができるわけだよ。そんなうまくいくのか。とりあえず、ここからはウプ主が実演するから見ていってみるよ。ちなみにウプ主はこのテクニックについて、ライン取り、と名付けたよ。相手の B ラインを取ってしまうからライン取りというわけだな。そういうことだね。まずは B ラインの動きを見てみるよ。ボクシングなどのいわゆる格闘技と言われるものは、だいたいこんな感じで外側から内側に向かってパンチを打ってくる。まあ、だいたいこんな感じだよな。横から、ワンツーワンツー。わかりやすくやると、こんな風に腕を振り回すのと同様の動きなんだよ。なるほど。じゃあ次は、A ラインの動き、つまり武術の突きを見てみよう。こんな風に体の中心から打ち出すのが武術の突きだ。B ラインの動きとはむしろ正反対のことをやっているな。横から見るよー。 A ラインと B ラインでこれほど違いがあるわけなんだな。今の A ラインの突きを刀を持ってやってみる。武術は武器の動きというだけあって、刀で突く動きと素手で突く動きが完全に一致しているな。B ラインの動きだとこういうことできないからね。だろうな。で、A ラインと B ラインで殴り合いをしてみると、大体こうなると、これが典型的な負けパターンってやつだな。で、これがライン取り。とにかく前手で相手の前手に接触して、A ラインの技を繰り出していく。確かに明らかに B ライン、つまり格闘技的な動きとは違うよな。この動きはそのまま武器術に応用できるからね。なんか中段ばかり攻撃していないか。ライン取りした状態からは顔面よりもボディの方が狙いやすい。あらゆる武術において、中段突きが基本になっているのはここに理由があるんだよ。なるほど。今ちょっとやったけど、中国武術で刃拳から肘打ち、肘打ちから体当たりみたいに、技をつなげていく。このつなげ方もライン取りが理解できればとても有効だ。
今みたいに、そのまま前手で顔面を狙うということもできる。寸形だな。そう。寸形みたいな技術も、ライン取りみたいに接触した状態で使っていくものだよ。最後にライン取りの要領を伝えておくよ。こう長い武器と短い武器で対峙して、同時についたら、長い方の武器が先に当たってしまう。当たり前だよな。そこでこう短い武器の方は、武器を螺旋状に回して、長い方の武器に接触し、絵を滑っていって切る。この接触の要領が先ほどのライン取りに活かされているんだよ。なるほど。というわけで以上、武術と格闘技のラインの違い、およびライン取りの話でございました。ふと思ったんだけど、総剣術や総刀術は A ラインなのか、B ラインなのか。結論から言えば A ラインだね。けれど、なんでそうなるかについては、また話がややこしくなるから割愛するよ。そうか、わかったぜ。じゃあ今回はこの辺で。終わりますか。ご視聴ありがとうございました。と思ったんだけどちょっとだけおまけ。ナイスフェイントかこの野郎。例の負けパターンの実演の時、実は相手の人は最初、ウプ主の胸を狙ってついてきたんだけど、そうされるとウプ主のパンチが顔まで届かなかったんだよ。だから、武術の突きを胸に向かって打つと顔面パンチを防げるというのは新たな発見だったなと。いろいろと応用ができそうだな。そうだね。じゃあ今度こそ本当に。ご視聴ありがとうございました。